どうも男塾でございます男塾実写版の主演といえば坂口拓さんですね最近まで知らなかったんですけどもその坂口拓さんが人気格闘技系チャンネルをやってるんですよこのね格闘技っていうのが格闘技っていうのはどっちかっていうとスポーツの要素があるんですけども完全に忍術というかねなんかこう殺人術と言いますかね本当になんかすごい全然本物もやってるんですよ。うん そのスナイパーというかヒットマンというかね何と表現したらいいのかな、まあ、殺し屋でもないんですけども、うん、なんか本格的な体術をやってねウェーブとか言ってこうやって揺れながらねカカカーンっていくね、まあ、あのイップマンみたいなもんのかもしれませんけどもそれに石井東吾先生がねジークンドのなんか組んでワンパーセンターっていう本格的なその映画を作ったらしいんですよでもそれが理由は分からないんですけども なんか公開が延期されてるっていうかね、一旦中止になってるんですよね。もう、もう公開するぞと2023年の11月にオープンしますよみたいな感じで、プロモーションもバーッとね、済んでいて、さあ公開だっていう直前、1ヶ月とか2ヶ月前に NG がかかったんですよね。多分これ日本だけなのかもしれませんけども、なんかね、私の想像するところ、うん、あの、空手とかね、武道とかね、なんか格闘技界が、 ちょっと機嫌を悪くした分かんないですけどね本当はねでも一応今のところ公開が延期になって早く私はね1%見たいですよあのプロモーションの CM 動画1分とか1分半のやつ見てすげえと思ったこの映画これができるのかハリウッドかと思いましたねいやハリウッドなんて目じゃないですよしかも坂口拓さん結構なご年齢ですよ石井塔吾先生もね 40過ぎてる人なんですよ。40過ぎと、おそらく坂口拓さんも50過ぎだと思うんですけども、この2人がね、もう、アルティメイトな <laughs>、やるんですよ。対決を。うん、これはすごい。この2人じゃないと、ワンンパーセターこれぐらいのレベルのやつはできないなと思いましたね。うん、すごいですね。シルベスタスタローンの映画に呼ばれそうですよ、これは。うん、あとはね、 すごいっすね。もう、言うことがない、もう。うん。見たい、早く。<laughs> それだけの動画です。ワンパーセンター見せてくれ <laughs> 早くやってくれ頼むぜ